ってなし、笑い疲れてきて筋肉が。やべ、上がっちゃうじゃん。何色？青。あれ？ただ持ってると思った。地獄の世界へようこそ。やったよ。地獄。やったよ。誰がやったっけ？数字の番。あなただ。どうぞ。はい。ほい。はい。ごめん、テンションが地獄になったからね。元気がなかった。うんうん、そのまんま、うん、何笑ってんの、うん、怖っ。オーマイガーシュ。地獄の世界。やめよ、うん、やめよ。あーよかった。おーうのやばい。どうぞ。あ、勝ちた。二連敗。二連勝。楽しかった。うん、楽しかった。縫い物欲はなくなりましたか？やばいやばい。明日買いに行こうね。ミシン買いに行く？ミシン欲しい。ミシンを買いに行こうか。うん。なんかさ、簡単にできる手芸セットみたいなの買えばいいんだよ。うん。埋め物したい。やばい、帰っちゃう。一回帰って戻ってくる。持ってくるの、手芸道具。埋め物セット持ってきても帰ってくる。まあ確かに。あの縁側で手芸気持ちいい。あなんで忘れちゃったんだろう。うん、明日10時。ん？10時。10時、そう10時に開くこの店は。10時に行こう。起きて、うん、起こすね。起こして。それか別に車運転してってもいいよ。あ、そっか。恐ろしいな。あの店良かったよ。良かったんだ。うん。良かったじゃん。住めるじゃん、ここに。うん。苦しそう。なんかボタンムーだけでいいか。取れてるボタン直すから。ボタンだけでいいんだ。それだけで結構満足する、うん、最近もね、はい、裾上げしたら満足した、うん、ちょっとカタカタとかできればいい。お茶でも飲んでくれ。いちご食べよう。うん、いちご食べて紛らわして。これ最後だよ。買えばよかった。なんでさっき買わなかったの。やばいお菓子売り場行ったのに。やばい、入ってると思う。でもチョコはコンビニ行けば行けるよ。うん、でも外出たくないね。寒いから。寒いの嫌い。やばい。俺これをさ、よくさ、
あのまた綺麗に畳んでさ、うん、あたかも中身が入ってるかのような厚みまであの重ねるの好きなの。わかるわかる。やったことないでも。あのハイチュウとかさ、うん、そうチロルチョコはよく綺麗に直してた。ああ、なんかこの厚みをさ、うん、チョコが入ってるかのような厚みになるまで食べるの。で、どうすんの、ドッキリすんの。いや、それで満足してるんだけど。あ、そうなんだ。誰かを騙したりはしないの。いい子ね。うん、私だったらすぐ騙しちゃう。騙す友達がいんない。一人で満足しちゃう。おそう、家族とかにやんないの。やんないね。おーと思って捨てる。おもろい。おもろいじゃん。絶対にクラスで仲良くなってない。めっちゃ怖い。めっちゃ刺された。めっちゃ刺された。あ、これやろ。やだ。やろ。指だからいいじゃん。好きじゃないの。あ、じゃああなたがやって。好きじゃないの。やるのも嫌なんだ。はい。好きじゃないの。それ怖い。やばい。もうお風呂入ってね。ハミトイトないの。ハミトイトないんだよ。いや普通ないでしょ。あるよ。普通ないんだよ。あるんだよ。あ、コンビニなんじゃん。ハミトイトぐらい、うん、ありそうじゃない。あるかも。行く。それはいい。いや、なんなんだよ。寒いじゃん、うん、寒いのは何にも勝てないんだよ。なんか覚えて、私のこと覚えて。うん、でも頑張れば近いよ。頑張りたくないんだよ。寒さに関しては。うん、そのまんま格好できな、反転着て、うん、いけるよ。全然いけちゃう。反転あったけいから、お風呂上がりに行けばいいんじゃない。冷めちゃうじゃん。冷めちゃうか。もう寝ない。マガマになってきた。もう寝ればさ、明日はなんか10時にオープンするから、うん、寝て忘れな、うん、夢に泣き出てきそうだね、うん、私寝てる間カタカタしてるから。それ見たら俺はああいう美人の夢見てんだなって思いながら見てくるわ。やりたい。やばい、妻が帰っちゃう。先生やりたくて帰ります。うん、突っ張ることが男のたったひたすら勲章。あ、いいね。入ってるな。うん。絶対に成功させようね。何を。ちょっと時間かかるよ。そうなの、うん、何やの次。ボタンホール作ってる。え、穴作んの。穴今切っちゃった。すごくない。久しぶりにやるからやり方忘れてる。え、楽しいじゃん。やり方合ってるかなって思いながらやるよ。皆さん、妻に笑顔が戻りました。裁縫道具を買って、欲しかった本も買いました。嬉しいですか？よかったね。で、今私のシャツのボタンをつけてくれてます。理想の妻です。ありがとうございます。